さんとコラムニストエッセイストのマツコ・デラックスさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてまずはですね、今週の月曜日、はい、一部報道で記事の転用を指摘されたことについて若林さんから報告があります。お願いします。はい、ですね、今回世間の皆様をお騒がせしたこと、それから関係各位の方たちにですね、ご迷惑をおかけしたことを、心から、謝罪したいと思います。はい、大変申し訳ありませんでした。改めまして、はい、今回指摘を受けた経緯をちょっと教えていただけますか。もともとですね、先週の、末に、まあ、一部、まあ、メディアからですね、指摘を受けまして、で、まあ、私自身、まあ、その事実というのは知らなかったので、はい、まあ、すぐに自分で調査をしたところ、まあ、その事実が見受けられたので、はい、まあ、すぐにその、まあ、日経新聞社様と日経クイック社様のところに行って、まあ、事情を説明させていただいたという形ですね。はいはい、今現在の状況はいかがですか。現在調査中なんですね。はい、で、まあ、日経さんとの合意のもとで行っている調査の中で、ちょっとまあ、遅れてる部分はあるんですけども、はい、まあ、何分一人でやってるので、過去から全部遡って、まあ、そういった事実とがあったかないかと照らし合わせてる状態なんですよ。はい、ですからなかなかそのもうちょっとお待ちくださいということしかホームページではお知らせができない状況で心苦しいんですけども、まあ、誠心誠意調査をさせていただいている状態です。はい、一点問題としましては、まあ、なぜ第三者に委託したのかということがあると思うんですが、はい、もともと自分で、まあ、そういったものを書かせていただいてたんですね。はい、いただいてたんですけども、やはりその何でしょう、購読をされている方、私のホームページを購読されている方っていうのはすごく忙しい方もいらっしゃるんですよ。はい、購読されている方たちというのは、はい、でその中でそのやはり今回その指摘があった部分というのは相場概況という部分なんですけども、はい、その部分は例えば今日日経平均が上がりました、下がりました、こういった発言がありました、ニューヨークはどうなりましたという部分なんですね。でこれは私の認識が甘かったんですけども、まあその部分はだから第三者に委託をする形にして、はい、ご購読をされている方により良いサービスを提供したかった思いの中で、はい、ただ自分で時間がないというところで第三者に委託をさせていただいたという経緯があるんですね。なるほど。はい、それはやはりご自身でも爪が少し甘かったというふうに思われてはいるんですか。そうです、もうそれはもう全て私の、まあ、監督というかですね、管理責任者としての、ミスだと受け止めております。もう一つ伺いたいのは、はい、そうおっしゃってもご自身ですね、こう記事を転用していたという認識はあったんですか、なかったんですか。私自身はですね、まあなかったという感じなんですけども、必ずアップする際に私のところに、まあ、その内容というのが送られてくるんですね。でもちろんその日経平均の価格は合ってるかとか指標は合ってるかっていう部分は見てたんですけども、はい、まさかそれが、まあ、転用だったとは、まあ、まあないというか、はいはい、ですから、まあ、でも結果的にはですね、そこまで想像が足らなかった私のその危機管理能力のなさというところが、はい、まあ、今回の問題を、まあ、引き起こしたというかですね、はい、というところがあるんじゃないかなということは感じています。はい、今重々反省されているということですか。そうですね、はい、本当に申し訳なかったなというところと、あとは、まあ、早く調査結果を出してですね、まあ、関係各位の方、関係各位各社様たちに、はい、まあ、ご報告をするように全力で、調査をして、はい、させていただいてます。はい、まあ、こうした問題の渦中でですね、若林さんに番組に出演していただくということに対してはいろいろな声があると思いますけれども、しかし誤字の夢中としましてはやはりご本人に語っていただくのが一番だと思いました。ですのでこのようにお届けいたしました。はい。